シネマアートオンラインをご覧の皆さん、こんにちは。飯島ひろきです。映画愛歌約束の泣く人は1月25日公開です。今回の作品はですね、いろんなメッセージ性がすごい詰まっていて、だから世代ごとにすごい伝わるメッセージ性が違うと思うので、見る視点が変わると思うので、ぜひそこを楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。誰もが知るあの名曲のもう一つの物語、その歌は僕らの運命から溢れ出た。私まで生きてくれてありがとう。泣き愛歌約束の泣く人、日本中がこの歌の意味に涙する。